お醤油。はい、はい、じゃん、じゃん。おいしい。チューブやってんの。自分もユーチューバーだけど抵抗がある。おいしい、ありがとう。おいしそう。さすがユーチューバー。一番さ、定番の YouTuber。 お注文の品が、まもなく到着します。お注文の品が、まもなく到着します。美味しく感じる。入れるよ、3個目。あと何枚？あと2個。3個入れた。コーンマッチ。コーンマッチ。何コーン？あ、コーン？味が毎日違うのかな？ね、美味しいよね。なんだろうね。あ、ハンバーグもあるよ。食べれるの、あんたそんなに。まあよかった。食うなんて。よし、食べるぞ。大丈夫。ハンバーグはね、絶対かけないから、醤油。ダメだよ。テーマで話す。それもダメってことやったら休みたくない。何すんの1ヶ月。あ、でも習得したい技術があって、それは勉強するかな。結構休みが普通だったりする。のんびりができないかな。すぐに死んじゃうと思うと、なんかもったいない。そういう人って貧乏症なので、やっぱり主婦だから、一応ね、保育園のこととか学校のこととかさ、何かあったら私が対応しなきゃいけないし、実質そんなにやることがなかったとしても責任がやっぱりあるじゃない。だからそういう責任を全て放棄して1ヶ月間って言うんだったら、やっぱり私は食べに。
だないの、うん、見てお、ミュウじゃん。ミュウやっと。開けていいかな。いいよ。まあ自由だね、本当に。うん、自由。そう。よく言った。うん、本当そうなのよ、ね。私責任感本当に強いの、ね。しないよね。もうあなたはあなた、私は私みたいなのが一人一人だから。うん、まあ、うん、行くと思う。素晴らしい。うん。うん。うん。あ、そうなの。それは全国から集まってるってこと？ね、こっちにあるよ。転々としたいってこと？もうあのね、真面目だから真面目ゆえだよね、多分。もうやったらもうちゃんとやりましょうみたいな、うん、そっか。そういうところがジージーが若い時に比べて俺の方がイケてて俺の方がかっこよかったとか言ってたもんね、この間。私絶対嫌なんだけど。でも大学の時にデビューしたんだよね。だって言ってたじゃん、なんか変なカチューシャしてさ、金髪にしてたんでしょ。ベンチ？野球ね。ぽいぽいぽい。野球部っぽい。卓球部からバスケ部にどうやってデビューしたのか知りたいわけ。なんていう意味わかんない。卓球部がバスケ部になる話って大した話じゃない。それだけなのに引っ張って次とか言おうとしてたの。ああ話したいのね、高校時代の話したいわ。やっぱ高校からなんか自分は変わったみたいなとこがあるわけ。あ、高校の寮だったもんね。寮。あ、それがなくなったから。何してんの？誰に一番会いたい？よし。沖縄もいる。その中でも岡山の彼には会いたい。でもすごいね、特別なんだね。すごい仲良かったってこと？大学？うん、帰っちゃったの？ない、ビールまた？